なぜだろう。なぜあの時、私は彼女の存在に気づいたのだろう。気づいただけではない。何かが私を強く引き止め、私を引きつけたのだ。あれは、何だったのだろう。今思い返してみても、それが一体何だったのか、どうしてもわからない。あの日は土曜日だった。午前中のトレーニングを終えた人と、午後からの人が重なって、スポーツクラブの更衣室は混み合っていた。ざわめきと、湯気とドライヤーの音が辺りに満ちていた。私は小さく丸めた水着をバスタオルにくるみ、バッグに押し込んだ。それから手早く髪を溶かしてから、ロッカーの鍵を閉めた。ごめんなさいね、みどりさん。もう少しよ。髪は済んだから、あとはお化粧だけ。あたしって本当にのろくって。待ちくたびれたでしょ？もう少しよ、みどりさん。急いでやりますから。鏡の前で髪を乾かしている女性が、しきりに誰かに声をかけていた。私はコートを羽織り、ボタンをはめながら、見るともなくその声の方を見た。それは、やや大柄な老婦人だった。その老婦人は、人を待たせている割には少しも急いでいる様子はなく、化粧ポーチからいくつもの小瓶を取り出して、ゆっくり並べ出した。私は、バッグを肩にかけ、部屋を出て行こうとして、ふと、片隅のソファに座っている彼女に目が行った。名札があったわけでもないのに、私はそれが、みどりさんだと確信した。老婦人よりは10くらい年下の一見平凡な人だった。素顔のままセーターとスラックスのありふれた格好で彼女は座っていた。どうしたわけか、次の瞬間私はそのみどりさんの横に座って話しかけたのだった。クラブに来てからそんなことを一度もしたことのなかった私、それも友達との約束に遅れそうになっているというのに。このクラブいらしてもう長いんですか？いいえ、会員になったのはそう4週間ぐらい前です。じゃあ先輩ですね。私まだ10日ですから。先輩なんて、それに私熱心な会員じゃないから。あの方お友達ですの？お友達っていうか、ついこの間知り合ったばかりなんです。うちの方角が同じなもんで、いつも一緒に帰ってるんです。ああ、そうなんですか。お家ってどちら？運動公園の近くです。産業道路を埋め立て地の方に行ったところの。あら、それじゃあ私のマンションの近くです。公園の手前の整形外科ご存知？あそこ西に入ったとこなんです。さあ、私引っ越してきたばかりだもんで、それにひどい方向音痴なんです。ごめんなさい、みどりさん。ずいぶんお待たせしちゃって。もうすぐよ。あとちょっとなの。あたりの音に負けまいと、老婦人はあたりに響くような声でみどりさんに向かっていった。でもみどりさんはそれに答えるというふうでもなく、ちょっとまばたきしただけだった。泳ぐのがお好きなんですか？いいえ、第一私の泳ぎなんて水の中でもがいているようなものです。あの方に無理やり誘われて音もしているだけです。あの、またお目にかかれるかしら？もちろんですわ。泳ぎにいらっしゃる曜日は決まっているんですか？いえ、あの方の都合に合わせていますので決まってはおりません。何しろあの方、コーラスだ、絵画教室だ、エステだって、とてもお忙しいんです。あなたお一人でいらっしゃればいいのに。いいえ、私はただのお供ですから。その時、ようやく支度の終わった老婦人がやってきた。まあまあ、みどりさん、ごめんなさいね。前を書くのが思うようにいかなくて、
私って本当に不器用ね。さ、参りましょう。お待たせしてごめんなさいね。老婦人は私のことなど気にも留めず、それだけ言うとさっさとドアから出て行った。みどりさんは慌ててバッグをつかみ、ソファーの足につまずきそうになりながら後を追っていった。私がスポーツクラブのプールに通うようになったのは、背中の痛みがきっかけだった。整形外科医の診断では、私が医科大学のジムでほとんど座りっぱなしのせいだと言われた。そして、痛みが少し和らいできたら、スポーツクラブに通って筋肉を柔軟にするようにした方がいいと勧められたのだった。2回目、みどりさんを見かけたのはプールの中だった。彼女の水着姿も肌の色合いも私の想像していた通りだった。ただ一つ、スイミングキャップだけがひどく変わっていた。どこにでもある白いナイロンのキャップだったが、てっぺんのところにピンクの小さい玉飾りがついていた。どうもそれは毛糸でできているらしく、色が染み出してキャップの上の方だけ淡いピンクに染まっていた。みどりさんは本当に自分で言っていたように手と足を勝手に動かして泳いでいるのか、沈んだところから浮かび上がろうとしているのかわからない格好で泳いでいた。長いこと心配するほど水の中に潜っていたみどりさんはもがくようにしてロープをつかみ、しっかりつぶっていた目を開いて深い吐息をついていた。すると玉飾りが震え、まさにこの人がみどりさんであるという、誰にも真似のできない印のように見えた。夜、ベッドにゴロゴロしてラジオを聞いていると、チャイムが鳴った。嫌な予感がしたのでしばらく放っておいたが、チャイムは必要になり続けた。ドアのスコープから覗くと、道代が立っていた。チェーンはかけたまま、私はドアを少し開けた。あ、ごめん、こんな時間に。どうかしたの？いや、ちょっと、君に用事があって。何、大したことじゃないんだけれどさ。私たちの間にもう用事なんて残っていないはずよ。それはそうだけれど。帰ってくれない？いや、そんな重大なことじゃないんだ。今さらどうこうっていう気はないよ。すぐ帰るから、ちょっとドア開けてくれないかな。チェーンがかかってるのか。で、用事って何？ああ、これ返さなきゃと思って。昨日洗面所掃除してたら戸棚の奥から出てきたんだ。何かと思ったら化粧ポーチ。うん、中には使いかけのマニキュアが入ってるみたいだ。そんなもん捨ててくれればよかったのに。そうはいかないさ。君との間のことで僕は一つでも手を抜きたくないんだ。もし今度何か見つかっても捨ててね。ミンクの襟巻きでもダイヤの指輪でも構わないから。うん、わかったよ。じゃあね。私たちは勤め先の大学で知り合い、2年余り付き合った後、数ヶ月の混乱を経て別れた。彼はどうにか関係を修復しようとしたが、何か誠実だった彼にイライラし始めた私は、いさかいに疲れた後、蹴りをつけた。1ヶ月半ほど前のことだった。私はベッドに寝転がって、彼がドアからねじ込むようにして置いていった化粧ポーチのファスナーを開けてみた。エレガントなピンクは瓶の中で、不透明な油と毒々しい赤のドロリとした物質に分離していた。道夫の部屋で
丹念にマニキュアを塗っていた時のことを私は思い出した。塗り終わると早く乾くように二人で息を吹きかけた。彼の息は暖かくくすぐったかった。乾ききったのを確かめると私たちは安心して手を握り合った。マニキュアしたばかりの手を彼は特別優しく扱ってくれた。あの時の感触ははっきり覚えている。だが感情はもう蘇ってこない。背中がまた痛み始め、私はベッドの上で丸くなり、その痛みが少し和らぐまで待っていた。背中の調子が良くないので、しばらくプールを休んだ。だから緑さんにも会えなかった。道夫はその後姿を見せなかった。校舎と大学病院をつなぐ渡り廊下でちらっと見かけたが、私は黙って通り過ぎた。それから10日ぐらい経ったある日、仕事の帰りにスーパーに寄ったら、偶然緑さんの姿を見かけた。例の老婦人も一緒だった。私は、緑さんがどこで老婦人と別れ、その後どんなところへ帰っていくのか、それをこっそり見てみたかった。店を出ると二人は産業道路を南へ歩き出した。二人は話し合うことなく歩いていた。老婦人は緑さんなどそこにいないとでも言ったふうに前を向いたまま、緑さんは緑さんで視線を落としたまま歩いていた。あたりは日が暮れて暗くなっていたが、初めて人を尾行することに私は緊張し、距離を置きながらついていった。二人はやがて運動公園にやってきた。ベンチの間や噴水の脇を二人は少し足を早め、木立の中の小道へと入っていった。こんな大きな林があったかしら。私はその中を曲がりくねった小道をただずっとつけて歩いた。どのくらい経ったのか、急にパッと目の前が開けた。広々とした空間に3階建ての建物が規則正しく並んでいる。二人は街灯の中を相変わらず無言のまま進んでいった。そして壁の側面に書いてあるアルファベットの K と L との間にある2階建てだが少し大きめの建物の中に二人は入っていった。回転式のガラスドアの奥へ二人はあっという間に吸い込まれた。私は少しためらったが、恐る恐る門をくぐった。社宅管理事務所という看板が目に入った。一階の右側の部屋から光が漏れている。私は右へ回った。窓には分厚いカーテンがかかっている。そのわずかな隙間から覗くと、中には細長い机とパイプの椅子が並んでいるようだった。天井から鎖でぶら下げられた蛍光灯、あとは消火器と古臭いストーブの上で湯気を上げている夜間が見えた。誰かいるような、誰もいないような、とその時人の動く気配のようなものを感じた。中へどうぞ。誰かの手が私の背中に触れた。こんなところにいると風邪ひきますよ。中はストーブがついてるし、温かい飲み物もあります。さあ、さあ、どうぞ。何か言い訳のようなことを口にしようとしたが、私を促した人はその間を与えず、さっさと先に立って歩き出した。顔はよく見なかったが、がっしりとした体格の持ち主だった。さあ、どうぞ、入ってください。彼がロビーの先のドアを開けると、そこはさっき、外から覗いていた部屋だった。
無造作に並んだ椅子の一つに緑さんが腰掛け編み物をしていた。ようこそいらっしゃいました。緑さんは私が来たことに対して驚きもせず会釈をした。まあ適当なところに座って待っていてください。もうすぐ開くと思いますから。でもあの方は一度入りになるといつも長いから、しばらく時間がかかるかもしれませんね。あの方ってプールでご一緒だった？はい、そうです。あの、今開くとかおっしゃいましたけれど、それどういうことなんですか？ん？なんだ、君は語り小屋に来たんじゃないの？いや、僕はてっきりお客さんだと思ったのに。まあいいじゃありませんか。どなただって最初から全てを理解してここへいらっしゃるわけじゃないんですから。それにあれの効用を説明するのは難しいことですよ。後ろを振り向いた緑さんの視線の先、部屋の隅にタンスのようなものが置かれていた。焦げ茶色の木製で丁寧に磨き上げられた、それは何の飾りもない六角の大きな柱のようだった。その時、六角柱の向こうから姿を現したのは例の老婦人だった。どうもありがとうございました。老婦人は財布から取り出した一枚の紙幣と数個のコインを机の上のガラスの器に入れた。またいらしてください。どうぞお気をつけて。さあ、空いたけどどうする？君の番だよ。どうするって言ったって、ゆずるさん、こちらはまだ随分戸惑ってらっしゃるようよ。あの中には一体何があるんです？ごめんなさい、私用事があってここに来たわけじゃなくて、ちょっとフラフラしてるうちに迷い込んでしまったんです。きっかけなんてどうでもいいんですよ。寒くて暗い中をここまでたどり着けたってことが大事なんだから。あのね、語り小部屋の中には何もない。人一人腰掛けられるだけのベンチとランプ、それだけで。そこで何をするんですか？語るのさ。好きなこと、嫌いなこと、迷ってること、昔の話、これからの話、真実、でたらめ、何でもいい。とにかくその時自分が望むことを喋るんだ。みどりさんとあなたに？違うよ、僕たちはただの世話係さ。小部屋の中では一人きり、誰に向かって語るかはその人の自由さ。じゃあカウンセリング？違う違う、僕らはあの中で誰に向かって何を語ったかなんてわからない。盗聴器なんてものもないしね。そしてあそこから出てきた人は僕らとはほとんど何も喋らず帰ってく。だとすると宗教のようなものかしら？うん、それも違うな。僕たちは何も教えを説いたり祈ったりしないものね。どうする？入ってみる？そんなにせかしたりしちゃお気の毒ですよ。望みもしないのに語り小部屋に入ったってただ窮屈なだけでしょ。その時50歳ぐらいの紳士が入ってきたので、私はそれをいいきっかけにさっと立ち上がった。私がグズグズしてたら他のお客さんに迷惑でしょうから、今日のところは私帰ります。でも語り小部屋が気に入らないってわけじゃないんです。きっとまたお会いできると思います。そう、じゃあ送ってこうか。帰り道わかるかい？いえ、大丈夫です、大丈夫です。ゆずるさんが心配した通り、その後私は帰り道を迷ってしまった。いくら歩いても運動公園まで戻ってくることができなかった。だから金曜日の夜、みどりさんとゆずるさんのところへ再び行こうと決めた時、
果たしてあそこにたどり着けるかどうか不安だった。運動公園までは問題ないのだが、その後林の中に足を踏み入れた途端、急に闇が濃くなったような気がして林を抜け出せなかった。みどりさんたちを尾行した時の3倍は歩き回っただろうか。やっぱり無理だと諦めかかった時、ふっとあの社宅の群れを照らす街灯が目に入ってきた。六角形の小部屋のある場所に着くと、みどりさんたちの姿はなく、その代わり知らない人たちがストーブを真ん中に円を描くようにして座っていた。年齢も性別も様々、おじいさんもいれば少女もいた。私は次から次と六角柱から出てくる人、入っていく人を黙って見ていた。3分ほどで出てくる人もいるかと思うと、30分近くこもっている人もいる。だいぶ待ってからとうとう作業服を着たおじさんが出て行って、残りは私一人になった。私は心を決め、六角柱の裏、壁際の戸を開けて入っていった。中は本当に狭く、一人分のスペースしかない。薄暗くひんやりとしていた。天井から下がっているランプの炎が青白く弱々しく揺れていた。私はそっとベンチに腰を下ろした。いいのかしらこれで。そう、今私が話すことと言ったら、あの道夫とのこと。私彼と別れたことで調子を狂わせているんです。背中の痛みもその頃から始まったの。でも彼と別れて寂しいとか憂鬱だとか言うんじゃないんです。それだったらむしろ話は単純です。私彼のことがたまらなく嫌いになって別れた。それも他に好きな人ができたとか、彼に暴力を振るわれたとか、そういうのじゃないんです。ただ理由もなく嫌いになったんです。でもあんなに好きだった人はどうして突然嫌いになれるのか、それが不思議でならないんです。そう、なんて言ったらいいのか。憎しみの感情が最初に私を襲ったのは、お互いの親友たちを招いてのパーティーでした。その席で私たちは婚約を発表するつもりだったんです。私は料理の本をたくさん買い込み、腕を振るいました。ドレスはピチッと体に合っていて、部屋は清潔、空には星がきらめき、シャンペングラスには曇り一つなく。とてもあんな偶然というか運命というか、思ってもみなかったものが私の心に割り込んでこようとは考えもしませんでした。いよいよ料理も最終段階に入って、私はメインのパエリアを見事に仕上げました。道夫はその大きな鉄の鍋を両手でつかみ、テーブルへ運ぼうとしました。私はオードブルにオリーブの実を飾っていたので、彼の方は見ていませんでした。次の瞬間、彼はうめき声ともうなり声ともつかぬ声を上げて、床に尻餅をついていました。パエリアの鍋は一回転して、中身をまき散らしながら彼のそばでひっくり返っていました。彼は目尻にシワを寄せ、情けないような照れたような微笑みを浮かべていました。ポケットベルがパエリアの中に半分埋まっていました。彼がいつも腰につけていたポケットベルです。レストランで食事をしているとき、またベッドで裸で抱き合っているとき、それはしばしばピーピーとなりました。すると彼は申し訳なさそうに私に視線を送ってから病院に電話をかけます。患者さんが死にそうになっているのです。私は
あの音をどれだけ恐れていたことでしょう。どんなところでも構わず突き刺さるようにそれは響き、私に死と別れを思い起こさせました。そのポケットベルが今サフランライスにまみれている。私は呆然とそれを見続けました。ええ、これが道夫とうまくいかなくなった最初の偶然です。バカバカしいと思われるかもしれませんが、私はこの偶然をすんなり通り過ぎることができなかったのです。はっきりした理由はわかりません。ただこの時から私たちの間に、なんて言ったらいいのか、絶対的な瞬間の切断が起こったのです。もしあの時道夫が転ばなかったら、私たちうまく続いていただろうかって考えることがあります。でもそんな想像は無意味です。彼を憎む運命は遺伝子が作られた時からすでに定まっていたんでしょうから。私はどうやって語り終えた合図をしたものかわからず、丁寧にお辞儀をすると小部屋から外に出た。急に私を包んでいた膜が乾いてポロポロと剥がれ落ちていくような気がした。ふと見るとストーブのそばにみどりさんとゆずるさんがいた。ゆずるさんに誘われて私は奥の部屋でお茶をごちそうになった。ゆっくり休んでくといいよ。あそこに入ると誰でも思った以上に体力を消耗するらしいから。あの、一つお聞きしていいかしら。お二人はどういう間柄なんですか？親子だよ。ここで営業を始めて長いんですか？そうね、1ヶ月ぐらいかな。ここに来る前はもっと西の山の中の村にいた。僕らはいつも旅をしてるんだよ。なぜ？一つの町とか村で語り小部屋を必要としている人の数は限られてるし、それに同じ人だけが繰り返し利用するのは望ましいことじゃない。あの小部屋が役に立つのはその人の人生のほんのひとときでしかないんだ。長く小部屋に留まるとどうなるのかしら？そう、実験したわけじゃないけど、ある神経だけが酷使されてバランスが崩れるんじゃないかな。あそこに閉じ込められている空気や時間や光に絡め取られて、もう外の世界に戻ってこられなくなるかもしれない。旅をすると言っても、あの六角の小部屋をどうやって運ぶの？分解して折りたたんでまとめて運ぶのさ。僕たちはただ語り小部屋のための場所を探し、そこに設置して、あとは待っているだけ。宣伝なんてしない。あの小部屋が必要な人は自然に僕たちのところへたどり着くんだよ。私はその時、みどりさんが同じようなことを言っていたのを思い出した。ここにたどり着くことが大事なのだと。向こうの語り小部屋の方で人の気配がした。またお客かもしれない。私はそれを機に立ち上がった。すっかりお邪魔して、それにおかしな質問ばかりしてごめんなさい。いや、とんでもない。楽しかったよ。いつでも遊びに来てよね。お待ちしていますわ。それまでずっと黙っていたみどりさんが編み物の道具をテーブルに置き微笑んだ。そして私は二人に見送られてそこを出た。語り小部屋に来ると、帰りには大抵、ゆずるさんとみどりさんの部屋に寄った。いつもゆずるさんが中国のお茶を入れてくれた。みどりさんは相変わらず編み物をしていた。会話をするのはほとんどゆずるさんと私で、みどりさんは時たま一言挟んだり、ちょっと笑ったりするだけだった。
私はもう小部屋で何を語ったらいいのか悩まなくなった。ベンチに座れば何かしら話が浮かんできた。そして語り終えると、自分が今求めていた言葉たちはこれだったのだと納得することができた。ある日曜日の朝、社宅管理事務所に行ったら、ゆずるさんが小部屋の掃除をしていた。いや、いらっしゃい。今日はお客さんがなかなか来そうになかったから、今のうちに掃除しておこうと思ってね。あ、もしすぐに入りたかったらどうぞ。あ、いいえ、お掃除続けてください。それより私お手伝いしましょうか。とんでもない。これは僕に与えられた貴重な仕事だからね。みどりさんはプールに行ったよ、例の老婦人と一緒に。うん。ゆずるさんはセーターを脱ぎ、シャツの腕をまくってせっせと雑巾で拭いた。掃除を続けながら、ゆずるさんはこれまで訪れた町についてのいろいろな話をしてくれた。雪深い北の町で火事にあって六角の小部屋を抱えて逃げたこと、小さな島でみどりさんがイカの刺身の寄生虫にやられ大騒ぎでヘリコプターに乗って運ばれたこと、迷い猫が六角の小部屋の中で死んでいたのをみどりさんと二人で埋葬してやったこと、それらの話を彼はおとぎ話を聞かせるように楽しく喋った。やがてゆずるさんは小部屋の中を掃除してくると言って姿を消した。しばらく私はぼんやり一人で座っていたが、なんとなく不安になった。中から壁をこする音もバケツの水音もしないし、ゆずるさんはいつまで待っても出てこなかったからだ。ねえねえ、ゆずるさん。聞こえないのか、何の応答もなかった。私はますます不安になった。もしかすると彼は、小部屋の中の秘密のドアから地下の通路に出て次の町に行ってしまったのではないだろうか。第一、今日は日曜なのに、お客さんが一人も来ないなんて、それからして怪しい。みんな昨日が最後だということを知っていたんじゃないだろうか。私は胸が苦しくなるほど不安と悲しみでいっぱいになって、六角の語り小部屋に近づき、そっとドアのノブに手を伸ばした。その瞬間、ゆずるさんが出てきた。いや、待たせたね。ごめんよ。ん？どうかしたの？別に。ほっとした私は照れ笑いをした。その夜は細かい雨が降っていた。眠りが浅く、いつまで経っても深い眠りに落ちていかなかった。明くる日は医学部の入学面接の日で、私は朝早く出かけて、会場の案内板から様々な書類、教授たちのお茶の支度まですることがいっぱいあった。それなのに、いつまで経っても眠れない。私はふと、語り小部屋に行こうと思った。ゆずるさんとみどりさんは多分もう寝ているだろう。でも構わない。私はパジャマの上にコートを羽織って家を出た。よかった。もし枕だったら、そして鍵でもかかっていたらどうしようかって心配していたんです。ちゃんと電気もストーブもついてるんですね。今日はこれまで誰にも喋ったことのない話をしようと思います。道夫と別れるのには時間がかかりました。まず、この憎しみという感情を受け入れるのに手間取りました。
もしかしたらこの感情は通過点で、もう少し我慢をすればまた前とは違うとしても愛情が湧いてくるのではないかと、そう思ったのです。でもいつまで待っても愛情は復活しませんでした。ますます泥沼が深くなるばかりでした。あれは共通の友人の披露宴に招かれた時のことです。隣で道夫はいつになく饒舌に婚約式のやり直しをやろうと話しかけていました。いつでもどんな形でもいい、そのために僕はいつも指輪をこうして持って歩いているんだ、君が元気になったらいつでも渡せるようにね、と。私は曖昧に合図中打ちながら目の前の皿をぼんやり眺めていました。左隣に30代後半と思える男性が座っていました。道夫がスピーチに立った時、私は何気なく話しかけました。今日の新郎新婦と古い友人だということ、陶芸家でその日の引き出物がその作品だということを口にしましたが、あとはずっと黙ったままでした。その引き出物は一輪挿しでしたが、どういうわけかその箱に印刷されていたその人の仕事場をふっと尋ねる気になったのです。はっきりした目的もなく、ただ漠然と、そう、初めてここへたどり着いた時と同じように、私はその鉄工所の裏の空き地にある男の仕事場に出かけていったのです。彼がどんな格好していたか、どんな顔をしていたか、今ちっとも思い出せません。きっかけは一体何だったのか、やっぱり思い出せません。彼と一瞬目が合ったようにも思いますが、錯覚かもしれません。とにかく私たちはそこで関係を持ったのです。よく知らない男とそういうことをするのは初めてでした。善悪の問題としてではなく、感覚の問題として、自分にはそういうことは向いていないだろうとずっと思っていました。けれどその時は自分だけの常識を破るのにためらいはありませんでした。その陶芸家を好きになったからでも、快楽が欲しかったからでもありません。また道夫とのつながりを断ち切りたかったからでもありません。自分の意識の沼にどこまでも深く降りていきたかっただけです。そのために必要な行為だったのです。背中の下は固く、陶器の破片や砂でザラザラしていました。途中でテーブルの上の壺が落ちて割れ、その破片が足に降りかかりました。なぜこの人は理由も聞かず、文句も言わず、こんな役割を引き受けてくれているのだろう。私は不思議に思いましたが、言葉には出しませんでした。そこを出たのは夕方でした。私たちはさよならも言いませんでした。手も振りませんでした。ベニヤのドアをただそっと閉めただけです。とても綺麗な夕焼けでした。背中の痛みは続いていました。まるでそれは目に見えない生物が背中に宿ったかのように、時に鋭く、時に鈍く、途切れることがありませんでした。そう、今のこの痛みと同じです。その背中の生き物は私の背骨にぴったりと張り付いて、痛みの息を吹きかけてくるのです。何度も。
私は痛みをこらえきれず床にしゃがみ込み、ドアのノブをつかむと同時に扉に体を預けるようにして外に転がった。助け起こしてくれたのはゆずるさんとみどりさんだった。二人は私を奥のベッドに運び、鎮痛剤を飲ませてくれた。みどりさんはベッドの反対側へ回って背中を撫でてくれた。お二人がまだ起きていて助かりました。一人ぼっちだったら心細くてどうしようもなかったわ。きっと語り小部屋を訪れる人がいるのに僕たちは眠ったりしないさ。あの小部屋はあとどのくらいここに置いてもらえるのかしら。さあ僕にもわからないよ。ただはっきりしてるのはいつか時期が来るってことだけだよ。ずっとここにいてもらうわけにはいかないの。私お二人に会えなくなるのとても寂しいもの。僕たちだって寂しいさ。じゃあどうして行くの。遠くにも語り小部屋を待ってる人がいるからね。会いに行くわ。新しい町に引っ越してもお二人に会いに行くわ。ねえ、いいでしょ。次の場所が決まったら連絡してお願い。ねえみどりさん、ご迷惑じゃなかったら今度プールに一緒に行きましょう。ああ、いい気持ち。みどりさんの手のひらで撫でられてると痛みが消えていくわ。どうぞ、もう私に構わずお休みになって。なんだか私も眠くなってきたわ。ね、本当にお引っ越しの時は呼んでくださいね。もうダメ。眠いわ。こんな素敵な夜、もっと起きていたいのに。目が覚めると、二人の姿は見えなかった。私はゆっくりと体を起こした。カーテンの隙間から朝日が差し込んでいる。もうどこも痛くなかった。私はそっとあたりを見回した。部屋の様子が変わっている。戸棚の食器や段ボールの中の本や流し台やガステーブル。みんなきれいに片付けられていた。みどりさん、ゆずるさん。二人の名を呼んだが返事はなかった。私は恐る恐る扉を開けた。眩しい朝の光の中、部屋はガランとして、あの六角の柱、語り小部屋は消えていた。昨夜までそれがあった場所は、ただの寂しい空洞になっていた。私はその場所に立って、ドアのノブがあったあたりに指をさまよわせた。ランプの炎、言葉を飲み込んだ濃密な空気、ベンチの感触、圧倒的な静けさ。あれほど鮮やかだったものが何一つ蘇っては来なかった。それから三週間くらい経ったある日、プールで老婦人を見かけた。真ん中のコースで黙々と泳いでいた。私は急いで近づいていった。あの、語り小部屋の行き先をご存知ありませんか？みどりさんとゆずるさんは、どこ行ってしまったんでしょう？あの、どんなことでもいいんです。もしご存知なら教えてくださいませんか？このまま何もかもが消えてしまうなんて、私たまらないんです。あなただってそうでしょ？あなただって、あの小部屋で、壁に自分の言葉を染み込ませたんですもの。ねえ、どこに行ったらまた会えるんでしょう。あの六角形の小部屋に。その時、老婦人は水の中からすっと腕を持ち上げ、
私の唇にその人差し指を当てた。指先からいくつもの水滴が滴り落ちた。しばらく黙ってじっとこちらを見つめていた老婦人は、腕を下ろしてから背を向け、大きく息を吸い込んで水の中に潜っていった。小さな泡が浮き上がってきた。それから彼女は静かに、水音も立てずに平泳ぎを始めた。そしてどこまでも遠く泳いで去っていった。